めちゃくちゃです。こんにちは。今回もアリナス木星公式マット。しかもこれなんと3つともプラモデル。プラモデル。選手がこちら。まあアリナスのバットと言ったら一番有名なんじゃないかっていう。うん、こちらヤクルトスワローズ山田哲人。山田哲人選手。そしてこちら中日ドラゴンズ高橋周平選手。高橋周平選手。そして日本ハムファイターズ西川遥輝選手。西川選手。こちらの3本のプロモデルバット。プロモデルってことはこれなんか同じように見えるけど違うってことね。違うんだ。カラーは全部このナチュラル。ああそうだね。素材はこのメイプルね。メイプルだ、いいやつだ。こちら全部83センチ、重さが 880g 平均、うん、80g 平均で、このねやっぱ違いっていうのを見ていこうかな、うん、ではこちらの3本、上から山田選手、真ん中高橋選手、そして西川選手、うん、おいこれねグリップは違うんでしょうね。ネタバレじゃねえか。まあ、早速じゃあグリップ出してもらって並べようか。右が山田選手、真ん中高橋選手、左が西川選手。やっぱ違うねこれ、それぞれ違う。山田選手これ結構普通のタイプのスタンダードな感じ。そうだね、普通に見える高橋選手がフレアだね。フレアね、結構広めな、このグリップまでなだらかに来てる感じね。で西川選手がこの間ぐらいの感じ。ああ本当だ、高橋選手ほどフレアじゃないけど、うん、山田選手よりはフレア。そうだね。あとねこの状態でちょっと分かるかな、西川選手だって少し細いんだよね、うん、グリップは。こんな感じで山田選手、高橋選手、西川選手、西川選手ほんと一回りちょっとね、こう見ると違うね、全然違う。でもグリップは細いんだけども、うん、ヘッドの方を見ると西川選手結構太めなんだね。なるほど。はい、こんな感じで逆になったから西川選手、高橋選手、山田選手ね。こっちも違うんだ。そうで西川選手と山田選手が大体同じぐらいになると、高橋選手が少し小さいんだよ。ほんとだ。こんな感じでね、やっぱりそれぞれバットの個性が出てる感じだな。なるほど、バランスが微妙に違うんだね、うん、あとは最後デザインかな、うん、アディダスロゴ、そして BFG マークかな、はい、でこういう感じでハードメイプ、うん、あとまあ品番になるんだけど、このね品番の最後 NTY 西川遥輝、高橋周平、山田哲人ってことでね、イニシャルか、イニシャル頭文字まあ頭文字のね一文字入ってるから、なるほど。というわけでこちらのねアディダスの公式木製バット、自分と似たような選手の方、うん、使ったら一番合うんじゃないかなって。あ確かにタイプでね、なるほど。なんでやっぱプロモデルってやるとね、その分選びやすいかなって感じするね、うん、あ確かに。なのでね、自分に合ったものを見てみるといいんじゃないでしょうか、うん、はい、はい、というわけで今回の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価、通知ボタンもぜひお願いします。そしてチャンネル登録はここから、ここおすすめの動画はこちらを見てね、見てね、バイバイ。